Nabemi Channel。皆さんこんにちは、なべみチャンネルです。今回は奈良市五条町の唐招提寺を訪れました。夏の撮影は過酷です。曇りのち雨の予報に若干の期待をしつつ、唐招提寺の山門くぐると快晴。暑さに負けてはいられません。これも修行です。さ、先へ進みましょう。唐招提寺は中国大陸から来日した僧侶鑑真が作りました。中国で高僧と名の知れた鑑真はなぜ日本にやってきたのでしょう。しかも遥か遠い7000キロもの旅路を乗り越えて。今回の動画では2つのポイントに絞って進めてまいります。ぜひ最後までご覧ください。仏教伝来から200年後の奈良時代、日本の僧侶の質は低下の一方でした。危機感を抱いた聖武天皇は、正式な戒律を伝授できる中国の僧を招くことを指示します。帝の命を受け、興福寺の楊叡、大安寺の不祥が向かったものの、簡単に引き受けてくれる僧侶は現れず、9年の歳月が流れます。やがて2人は楊州の大名寺にたどり着き、聖徳太子の予言の話がきっかけとなり、最高峰の鑑真が快諾してくれました。ですが当時外国へ行くことも海を渡ることも難解。5度の試みは密告や嵐で失敗します。しかも楊叡は唐に来て16年、病死してしまいます。鑑真一行も遭難で死に直面するも諦めません。執念が実り、12年後の754年、6度目にして戻りの遣唐使船に不祥の働きで乗船でき、来日を果たした鑑真でしたが、幾多の辛労のせいで失明してしまうんです。なんとおいたわしや。こうして苦難を乗り越え、地に落ちた日本の僧侶を律するべく戒壇制度を確立させた鑑真の働きは多大な功績です。鑑真の姿を模して作られた鑑真和上座像は弟子たちにより作られ、日本最古の肖像彫刻です。また実際の鑑真そのままだと伝わり、御影堂に安置されています。この座像は2011年からお身代わり像として開山堂でいつでも拝観できます。このお身代わり像は美術院の特別チームが手掛けたそうです。この小道を進むと鑑真の眠るお墓があります。小さな門をくぐると空気がスーッと変わった気がしたんです。
参道の玉砂利を踏み進めますと、優美な金堂の姿に圧倒されます。奈良時代8世紀後半建築、寄せ棟造り本瓦葺き、豊かな涼感と質素な美しさを兼ね備えた天平様式です。鑑真没後、弟子の妙法により建てられた金堂内には9体の仏像が安置されています。技法は奈良時代に特徴的な乾漆で、贈答大寺師という官営の造仏工房で行われました。彫刻様式を見ると盧舎那仏が最も精細な作りで古く、次に千手観音、そしてやや緩い感じの薬師如来の順に作られたようです。確かに盧舎那仏細かいわ。もともとは1000本あったと伝わる脇手ですが、大脇手42本、小脇手911本、合わせて953本だそうです。いかがでしたか、土生大寺。鑑真さんと金堂の国宝物に絞ってお届けしました。鑑真さんは仏教以外に薬学や建築などの知識も伝授してくださったスーパー人徳者ではないでしょうか。彼が来日して8世紀後半は木造の仏像がたくさん作られるようになりました。どんだけすごい影響を及ぼしたのでしょう。きっとセンセーショナルだったんでしょうね。今のすごい仏像が拝観できるのも彼の貢献多大です。ありがとう鑑真さん。